はい、こんにちは、バケです。新女神転生4、続きをやっていきましょう。ですね、じゃあ、前回ケルピーが橋になって、今いるのは神田になりますね。この下画面のね、一番上に今いる場所、地名がね、出ているということに気づきました。ちょっとこの辺ブラブラして、異物であったり、宝箱をね、開けております。あんた新米のハンターさんだな。ハンターさんには協力させてもらうぜ。俺が知っていることなら話してやるぜ。新宿と東京駅と霞ヶ関の場所だ。新宿について聞く？それならここからちょっと北に行きゃ私森がいるぜ。そいつと話しなよ。私森。新宿が北にある。東京駅は西かな？南か。こっから南に道沿いに行ってよ。東側の入り口が東京駅だ。南に行って、東側の入り口。他に聞きたいこと、霞ヶ関。南に道沿いに行って、東京駅を越えてさらに南。で、西の路地を奥に入っていけば、そこが霞ヶ関だよ。いや、覚えられねえな。そうかい。何かあったら声かけてくれよ。ハンターさんには協力するからよ。いい人がいるね。意外といい人がいるんだよね。南に行くと東京駅と霞ヶ関がある。なんだ、ここ、武芸館だって。武芸館って何ですか？マップナビによるとこの場所は武芸館というようだ。あたりに血の匂いが立ち込めている。あ、でも誰もいないんだな。血の匂いが立ち込めている。これ何かあるのかな？ここは神田橋ですか？アシュラ会には内緒で。川を渡してやる。あ、橋渡し、この人か。と言いたいところだが、大口の客が池袋へ向かうとかでな。うん。今は船が空いてないんだ。新宿にはまだ行けないのか。どっかで時間を潰して、また来てくれよ。時間を潰して、また来る。うん、北、新宿の方にはね、まだ行けないみたいですね。こっち側から行けんじゃないのか。行けるな。行けますね。ここはね、お茶の水。お茶の水？あ、神田美保人。あ、大国主。私は国つかみ、大国主。ここは人間が来る土地ではありません。何事も起こさなければ見逃しましょう。さあ、立ち去りなさい。え、何ですかね。大国主がいる。メガテン3でちょっとお世話になったんだよな。ここから北に行って、別に橋じゃないや。船渡してもらわなくても通れるんだけど。違うのかな？マップナビによると、この場所はドーム球場というようだ。君は観覧希望か？それともハンターが？何にしろ、まだ入場できないよ。まあ気持ちはわからなくもないがね。もうすぐ凄腕ハンターがここに集まるんだ。大会開催が今から楽しみだな。ここでも何か大会があるの？ここは何？東京ドームかな？ドーム球場。意外とね、いや、北側にこれだけど、あそこなんだろうな。新宿はどこにあるんですかね。新宿、どの辺？今いるのがどの辺なのか全然わかんないんだ。こっから右上の方には行けないんだな。やべやべ。そんなところかも。ドーム球場。多分ね、ここにね、船で渡ってくるんだと思ったけど、どうやら違うみたいですね。別の場所に行けるのか。じゃあね、東京駅の方に向かっていくのかな。南に行って、ここが東京駅だな、これどう見ても。丸の内。やってきましたね。東京駅。東京都千代田区、東京駅にやってきました。ここはなんだ？外野教団。この東京駅の地下街を抜ければ、外野教団の聖地、築地である。だが貴様に、相応の力がなければ、立ち入ることはできんがな。外野教団。本作にも出てくるんですね。また広いのかな？まあ、東京駅だもんな。広いんだろうな。悪魔はいないのかな？ここに行くと。アシュラ会に東京を仕切らせてたら、せっかく生き残ったみんなもダメになる。だから我ら、外野教団がこの東京を変えるのだよ。力がある奴が偉い。シンプルで、真に平等な東京にな。どちらかというとね、カオス的な考え方ですよね。力があるやつが偉い。銀座の街は力があれば快適なのですが、
無力なものでは何一つままならないエリア。街を歩くだけでもガイア教の人に認められる必要がありますし、地上を発掘するにしても普通の人では行けないところばかりなんです。道を通してもらえないのなら他の街で力をつけた方がいいですよ。まあ、じゃあなんだろう、ガイア教に認められるっていうのは単純に腕っぷしの話なんですね。強くないといけない、力がないと認められないっていうことなんだろうな。とりあえずね、ターミナルないかな、ここにな。私たちガイア教団は柱会みたいなチンピラじゃないの。だから一般人から金品を要求したり、やたらに抗争を仕掛けたりはしないわ。でも連中がこちらに敵意を見せたなら、自慢の仲間で叩き潰すけどね。腕には自信があるんですよね。なんだ、まだ何かある。待て、コアッパども。なんだなんだ。ここから先は我らガイア教団の聖地だ。ガイア教団の聖地、あー、なんかモムの笛がいるな。気安く足を踏み入れることは許さん。猿がいい。あ、通れないのか。あ、じゃあね、東京駅は一旦お預けですかね。さらに南に行って霞ヶ関に行く必要があるんですかね、この感じは。帰るか。じゃあターミナルすら見つけられなかったわ。千代田区エリアね。そこ行けるのか。邪魔くせえな、悪魔が邪魔ですわ。でも経験値高いな。レベルもできれば上げていきたいんだけどな。とりあえずこっちのエリアの拠点を探したいよね。ここどうなってんだ。ここが霞ヶ関。何？今、悪魔出てきたのか。これなんだ、東京、何にエンカウントしてんの。どっから悪魔出てきてる。とりあえず、ここ入れる。この辺り一帯が強い力で封じられている。入れないんだ。とりあえず、じゃあ、霞ヶ関に入ろうか。なんかね、シンボルエンカウントのはずなのに、あそこ出てくるんだ。悪魔が湧いてくるんだな、今の場所。じゃあ、ここね、霞ヶ関、やっぱり地下鉄なのかな、あるのは。霞ヶ関。まあ、変わらず、東京都千代田区霞ヶ関ね。どこだ？ちょっと待って。どっかないの？入れる場所。まずここに異物がある。家具をゲット。どうなってんだっか。通れないのか。ここどうやって行くんだろう。まあ、なんか地下から上がってくる感じじゃない？あ、違うな。おい、こっち来てんじゃねえぞ。なんだ、射程風な男。またなまった汚れ人ね。あ、ここがね、地下鉄の入り口だな。聞こえてんのか。ここはガキの遊び場じゃねえんだ。おちゃんの言うことわかるだろう。おちゃんの言うことわからない。参ったね、言葉通じないのか。学のない連中はこれだからね。兄貴しょうがねえさ。やつ的な男。田山さんの教育方針なんだからよ。いえ、言葉は通じています。訛りが少々きついようですが。僕らは悪魔討伐隊の基地を探しています。あ、この辺。この辺にありませんか。こっち側のどこかにあるって言ってましたよね、誰か。なんでそれを知ってるんだよ。メラ、どこの紹介のもんだ。そういや。司会の奴らが天使が来たとか言ってたな。天使。しつっこいね、あんたらも。俺たち地上から来たけど天使じゃねえ。あ、兄貴、やっぱりこいつら。上等じゃねえか。やられる前にやってやる。やられる前に戦うんですね。俺ら足らかいの怖さ、その体に叩き込んでやる。なんか地雲、何雲。地上に逃げ帰ったらてめえらの神さんにこう伝えな。足高いに立てつかない方がいいっつってな、天使ども。よく喋るな。この汚れ人も悪魔を召喚するのか。みんな、なんかね、簡単に呼び出しますよね、悪魔を。長細い小さな箱をタッチしてるぜ。ああ、あれが汚れ人のガントレットみたいだ。スマホで悪魔が出せるの。東京は物騒な世界ね。
やってきますか。まず何だろう。何が効くかな。土蜘蛛か、土蜘蛛。とりあえず一通りね、魔法使ってみよう。あの、いって。弱点はブフ系ですね。じゃあ、魔法ブフ。ブフはあんまり持ってない。あ、魔法ブフか。じゃあね、タルカジャ。タルカジャ。どうなんだろう、これ攻撃力を上昇させるって書いてあるんだけど、これ魔法にも有効なんですかね。タルカジャと別でマカカジャがあるのかどうかっていうのがちょっと気になってるんだけど、一旦楽園出しておこうかな。この土蜘蛛の強さがわかんないんで。で、ルフューラ。すいよ。これ勝てるんじゃないか、さすがに。これはさすがにな。楽カジャ念のため撒いておきますか。うっかり死んでしまうということがあるんで。なんで、タルカジャも巻きましょう。バフ、デバフ、とても重要だわ。ポイズンクロー。ほら、痛い。痛えよ。マジ痛えよ。大丈夫か、これ死なないだろうな。まだ。毒で死ぬなんてことある？倒した。倒したっぽい。自分も倒せた。なんとかね、敵の悪魔側の、敵悪魔の攻撃さえ防げればね。兄貴の悪魔がこんがきゃ、やっぱり、天使はただもんじゃなかった。ティッシュじゃ、ティッシュ、ティッシュ。じゃあこれで霞が関入れるのかな。また逃げたわ。また逃げた。どこに逃げてるんだろう。鉛の彼らも、お忙しいのだろう。お忙しいのだろう。経験値もそこそこだな。メギドストーン。ね、毒は治ってないのか。毒回復しなきゃな。ポズムディあるね。ここからじゃあ一旦下に行く。あ、エレベーターか。どの階層、あ、地下1階しかないのか。長田町方面通路。敵に、あ、待って。今のあれ、あ、やべ、出てきたこいつら。いや、急に今 MP 吸われてしまった。なんだっけ、なんていう名前だったっけ、お前。ストリゲスだっけ。あの、MP がないんだよな。ちょっと一回回復していきたいよな。多分銃に弱い気がするんだ、こいつらは。ストリゲスね、騎乗。吸血鬼の血を、なんちゃらっていう、クエストをね、受けて、やべえ！いやー、泣かした。まさかのブフ反射かよ。いや、すんごい急まで MP 吸われるんだけど。そんなに吸う？オッケー。会心犯を楽化者に変えてみせるぜ。楽化者か。いや、会心犯もなかなか強いんだけどな。楽化者に変えよう。楽化者の方がありがたいわ。ターゲットはついにあと1個よ。ターゲットは残りあと1個。多分どこかに拠点があるだろうことを信じて、ちょっとね、一旦、コカクチョは復活させずにこのまま行くか。どっか拠点あるでしょ？何ここ？あ、上か。桜田通り。あ、さっき行けなかった場所ね。警視庁。あ、ここ警視庁か。まあ、霞ヶ関だからね。ファンゴンコ。ありがとう。ありがとう。そんで、この奥、エレベーターがある。地下2階まで行ける。悪魔討伐隊基地。ここにあるの？悪魔討伐隊基地。この先から強力な悪魔の反応あり。ちょっと待って、回復したいんだけどな。扉には鍵がかかってる。いや、なんか悪魔出てくんな。ここには人いないのかな？人がいないよね。なんか悪魔が出てくるもん。仲間を見ろ。ストリゲス来たな。やべ、追加。なんだっけ、こいつ。アズミ。レベル19のアズミ。それにしても、あんたと話してると若返る気がするね。どうだい？若く見えるかい？そうでもない。あははは、そりゃそうだ。私は最初から若いんだからね。ただで仲間にできるほど、世の中安くできちゃいないよ。投げていきましょう。決まりだね。これで私はあんたの仲間さ。あ、マジか。あんたのストック、どこにも空きがないようだけど。ダメか、ストック空いてないのか。ちょっとそれは残念だわ。
やべ、経験値えぐいな。これでね、クエスト完了。あとは納品するだけね。扉には鍵がかかっている。この扉、鍵穴が見当たりませんわ。何か開く手立てはあるのかしら。何なんですか、ここ。ああ、ここ開くんだ。誰もいない。誰もいない。これが悪魔討伐隊本部なんですか？あ、デモニカスーツ。うわ、黒き侍！って、あれ？あれ？人は入ってない。ワルターは収納された黒いスーツを見つめている。なんだよ、ぬか喜びしたぜ。黒き侍を見つけたと思ったのに。はあ、肝心の中身はいないみたいだ。中身がいない。見間違えるのも無理はない。黒き侍が身につけていた鎧にとてもよく似ている。デモニカスーツだよね。しかもこんなにたくさんあるとは。ねえ、腕のところガントレットに似ていなくて。あ、やっぱりそうなんだ。私と同系統みたいね。バローズちゃんわかるの？ちゃん付けなんかな。違和感があるんですよね。サーチモードもらえないですか、これ。このスーツ。何のサーチを実行してるんだ。これは悪魔討伐隊の隊員が着用するデモニカという戦闘服だわ。悪魔討伐隊の隊員なんですか。デモニカ。デモニカ。デモニカ。あ、でもストレンジジャーニーとはね、物語が繋がっているわけではないんですよね。多分デモニカスーツがたまたま共通の兵装として出てきているってだけなんですよね、おそらく。それがなぜ私たちのガントレットと一緒なの？さあ。さあってあなた。急にいい加減になるよね。バローズ、そもそも悪魔討伐隊とは何なのだ？データによると、東京に突如現れた悪魔を殲滅するため、政府が設立した戦闘部隊よ。今はもう存在していないようだけれど。公的機関なんですね。突如ということは、東京にはもともと悪魔はいなかったのか。もしかして黒き侍はその悪魔討伐隊のもの？私、隊員名簿のデータは持ってないの。残念ながらそれはわからないわ。その東京に悪魔が出始めたのがいつ頃なんですかね。おい、みんな！あ、なんだ？こっちでいいもの見つけたぜ。魔法の異物かもしれねえ。使える武器や装備品があるみたい。いただいちゃいましょう。いただいちゃいましょう。装備品がある。ロックステアを手に入れた。ブラックデモニカを手に入れた。何それ。ところで、ワルタ。手にしているそれは何だ？ああ、これ。そこで拾ったんだ。な、バローズ。この薄っぺらい小さな板は何だ？スマホかな。それは ID カード、ね、ID カードか。この施設の扉を開くための。あ、これで開けられるのかな。じゃあ俺落としちゃいそうだからお前が持っててくれ。何かとね、任されるよな。 ID カードレベル1を手に入れた。クエストいい感じに進んでるみたいね。黒き侍のかな。バローズのログを見ましたよ。添付された画像データにも目を通しました。デモニカと呼ばれる戦闘服は、民の証言をもとに用意させた黒き侍の肖像画ととてもよく似ている。やはり私の見立ての通りでした。そのまま東京の探索を続けてくださいね。じゃあやっぱりね、森、吉祥寺の森で見かけた、黒き侍は地上から来たっていうことなんですかね。ブラックデモニカ、頭装備だ。どうなんでしょうか。そこまで強いというわけではない。まあ、つけようか。あまりにも不格好すぎるけど。あ、胴体もゲット。残に、残弱点で、まあいいか、これ、付け替えよう。あ、全身ももらいましたね。全身もらいました。やばい、デモニカースーツ、身にまといます。え、それで、何があるんだ？ロックの仕様と全所持品を照合して会場のためのアイテムを検出したわ。どうするペペチ様。マスター。使いましょう。ID カードレベル1。これで開けられるんだ。インフォメーションよ。オッケー。これで扉が開いたはずよ。
こんな非常識が東京の常識だというの。魔法の異物、そこが知れないわね。入れるようになった。何があるんですかね。人がいないんだよな。目の前に機械がたくさん並んでいる。バローズが室内をサーチした。悪魔討伐隊本部という感じだね。ああ、ブリーフィングルーム、会議室。なんか懐かしいよ。懐かしい。どうしたの、バローズちゃん。AI にも懐かしいっていう感覚があるんですかね。さあ、私に感情なんてそもそもないし。バローズなんだろう、不思議だよな。データ回収しちゃうわね。愛想がいいよな。バローズはブリーフィングルーム内の端末にアクセスし、データを回収した。マスター、めぼしいデータは修道院に転送しといたわ。はい。クエスト達成、お疲れ様。何のクエストだっけ？何のクエスト？悪魔討伐隊の基地を見つけなさい、達成。やべえ、経験値だ。捕獲長を蘇らせておくべきだったな。新しいスキル何かな？ラクンダか。いや、ラクンダ欲しいな。テカじゃ、スクカじゃ、タルカじゃ、まあいいか。まあ、仲間が使えればいいかな。誉れある侍の皆々よ。ギャビー。誰だっけ？この女。女覚えが。どの顔覚えられないよな。失礼だぞ、ワルタ。修道院のギャビー殿ではないか。悪魔討伐隊の基地を発見した旨、バローズを介して存じました。皆々の今後の活躍にも期待していますよ。はあ。さて、ウーゴ殿より伝言を預かってまいりました。魔法の遺物の回収を皆々にお願いしたいと思います。今までもやってるけど。東の帝国へ戻った折には、 K の酒場の黒板を確認してください。ああ、じゃあ一度戻った方がいいのかな。誉れある侍の皆々。なんでウーゴから直接じゃないんだろう。黒き侍を追うんじゃなかったのか、ウーゴの野郎。魔法の遺物も回収してこいなんて、やっぱりそれ目当てだったんじゃねえか。そう腐るな、ワルタ。いずれにせよ、魔法の遺物を持ち帰れば我が民の暮らしも豊かになろう。ウーゴ殿も民の幸せを願うからこそこのようなご命令を下すのだろうさ。本当にウーゴからの命令なんですかね、今の。君もそう思わないかい？なんでかな。思いましょう。思う。お前はお利口さんなんだな。ワルタ、僕ら宮遣いの侍がお国を信じないでどうする。僕らがこれまで平穏に暮らしてこれたのも、少なからず王と修道院のおかげではないか。そりゃまあそうだけどよ。さあ、その辺にしましょう。黒木侍が東京にゆかりあるもの、それが分かっただけでも収穫だわ。でももっと情報が欲しいところね。汚れ人が集っていそうな大きな町でもあるといいのだけれど。この辺ないのかな。東京駅まで行かないと人がいないのかな。じゃあちょっとね、一旦今回はこの辺でね、終わりにしたいと思います。多分ね、今手に入れた ID カードを使って、ここのね、入れなかった部屋も入れるんではないかと思いますけど、それはね、次回、危ない。ちょっとそれはね、次回確認していきたいと思います。もしよろしければ、チャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。